日曜劇場オールドルーキー、なんとついに最終回を迎えます。高柳社長に首を宣告されてしまった新町を追って、東子とジョーまでビクトリーを退職してしまいます。さあここで井垣選手の試合の様子が入ってきました。ここでシュート、しかしゴールキーパーナイスセーブ、惜しかったな。おっと接触だ、井垣転倒、本来の調子が出てないな。どうせうまくいく、新町もまだ井垣選手のマネージメントを諦めていません。しかし高柳社長からまさかの刺客が送り込まれてしまいます。バラバラになったビクトリーは一体どうなってしまうのか。え、あれこの二人もしかして、君はもうおしまいだ。絶対に負けられない戦いがここにあります。最後まで絶対にお見逃しなく。日曜劇場オールドルーキー最終回は4日夜9時から放送です。お楽しみに、見てねー。